皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回ですけれども、結構久しぶりよね。久しぶりに、ダメージランキングイベントが、はい、今、一応開催をされているわけなんですけれども、ツイッターの方でもね、DM でもちょっといただいたりとか、ツイートを見る中で、今回この、久しぶりというところもあって、ダメージランキングイベント自体が、初めての、方っていうのが、いらっしゃるというところを、ぼつぼつと参見されるところもあるので、今回は、そのダメージランキングイベントについてちょっとね、ちょっと喋っていこうかなと。今から言うっていうのは、前もって、初めにちょっと言っとくんですけども、攻略ではないので、自分から発信するのはちょっと攻略ではないので、結構ね、こういうのは編成を、紹介したりとかっていうのを、よく思わないと、いうような方も中にはいらっしゃるというところも自分も理解してるんで、そこまでっていう話ではないんですけれども、今回初めて、その、ランキング、ダメージランキングイベントをやる上で、基本的なことですよね。ちょっと今回の動画では、話していこうかなと思ってます。なので、初心者の方というか、そういった方向けの動画になりますので、知ってる方からすれば、なんともない。なんてことない、内容の話になるんですけれども、見ていきましょうか。で、今回ですね、来てるっていうのが、こちらですね。はい。赤き猛獣となる、侍かな、っていうところで、基本的にはどうなの、超絶ランクを皆さん回ってらっしゃると思うんですけれども、ここの、任務で、ダメージを、多く出すっていうところが、今回の、皆さんの目指すところにはなってくると思うんですけども、当然自分もそのような形で、やってるんですけども、一応ダメージの方は3億2000万ぐらいかな、自分は。知れてますね。言うて。言うて知れてる。なんで、自分のことなんで、大したことないんですけども、加えてその、自分の動画を見てる方々っていう、というところで言うと、完全にプレイしてる母数からすると、そんな大したことないと思うんで、そんな影響もないかなと思うんですけれども、まず注意点というか、この超絶ランクをやっていく上で、そのシステムというかね、その辺を理解するのはまず一つ、まず必要かなという点なんですけれども、ダメージをね、与えるというところと、あとは、こちらが15回かな、15回行動する中で、まででって言ったら変かな、どれだけダメージを与えれるかというような、流れにはなってると思うんですけれども、まず開幕からそのバフが乗らへんような状態にはなってると思うんで、その辺はね、今の新しい概要を持ってない方からしたら、仕方がないところなんかなと、自分も含めてなんですけど、そうなんかなというところなんですが、ダメージを出すにはどう出せばいいのかと、いう話にはなってくるんですけれども、ダメージを出す上で、まず重要なのが、スキルですよね。当然スキル攻撃で、出していくわけなんですけれども、どうかな、こんなんでいいかな。このスキル1で言うと、敵全体っていうところなんですが、それは置いといて、で、攻撃力の 3% プラス、うにゃうにゃのダメージを与えるっていうような形のスキルになってるんですけども、このスキルのタイプは、ある程度は出るとは言え、ぶっ壊れたダメージは出ないっていうね、っていうところが、まず一つあるんで、ではどういった形で、やったらいいのかというような感じなんですけども、こういった感じのスキルのキャラですよね。これは防御力無視っていうのは置いといて、100倍の攻撃力で攻撃しっていうところですね。注目するところは。何倍の攻撃力で攻撃すると。要は倍率系のスキルっていうやつですよね。っていうスキルを、打ってダメージを出すというところが、基本の基本っていう単位かな。っていうところには、なってくるんですけれども。ただし、このスキルっていうのが、倍率系のスキルは、相手の防御力が、高い状態、だと、ダメージ出ないよね。全然ダメージ出ないんで、その辺を今度はどうしていくかというところ。で、この子はその倍率系のスキルに加えて、先ほども言ったように、防御力を 85% 無視してとか、っていうところがあるんで、そういったところも加味すると、いいかなとは思います。で、任務だってばね。この任務っていうのが、そもそもが、マダラの防御力がね、ここに、書いてるんですけども、
防御力が 200% アップ、してるわけですよね。なので、まあもうカチカチの状態ですよね。うん、なんで、そのカチカチの状態をどれだけ落としていく、まあ、剥ぎ取っていくかというような、あとは作業にはなってくるんですけども、まずはアタッカーを決める。うん、アタッカーを決めるっていうところなんですが、まあ、この、これね、うん、見ると、また、まあ、体術ですね。聞きやすいっていうところに体術ってあるんで、まあ、体術一択ですよね、これはね。うん、体術のスキルを持ってるキャラでダメージを出す。かつ倍率系のダメージ。っていうところで、考えると、まあ、パッと思い浮かぶのは、まあ、ガイ、うん、マイトガイ、そしてロックリーとか、うん、まあ、サクラも入るかな、あとツナデとか、まあ、その辺が体術使って、倍率系のスキル持ってるっていうところが、まあ、パッと浮かんでくるようなところなんですけども、要はその辺の、キャラたちを使ってアタッカーを決めるっていうような、まず、一つ目ですよね、いうような形にはなるかなと思うんですが、で、先ほど、まあ、ちょっとちらっと言ったように、その防御力をどれだけ剥ぐかっていうところですよね。うん。で、それは作業っていうのが、もう一人、その、デバフ要因のキャラを、がいると、いうような、形にはなってるんですけども。まあ、例えばこういうやつ。うん。高確率で敵全体攻撃力、防御力、素早さを 70% ダウン。まあ、ここは、で、注目するところは、まあ、防御力、70% ダウンすると、いうところがあるんで、まあ、これを、まあ、要は、一番倍率が高い、うん、キャラを入れるっていうところが、できるだけ防御力を剥ぎ取っていけばいくほどダメージが上がるんで、うん、っていうような、運びにはなると思うんですけれども、まあ、加えて、これが、弱体ですよね。うん、弱体、うん、防御力ダウンっていうのは弱体と呼ばれるものなんですが、状態異常、うん、っていうのがまたあって、その混乱とか、麻痺とか、ですよね。うん。あの辺の中で、まあ特殊状態と残とか、まあいろいろありますよね。それで、こういう状態になれば、防御力がまたダウンするよと、いうような、やつが中にはあるんですよね。うん。っていうところで言うと、この防御力ダウンっていうのは、こう、重ね掛けができないんで、まあ、例えばこのイタチで70% 落として、違うキャラで、80% 落として、それが 150% 落としているっていうことにはならないんですよね。この弱体っていうのが。まあ、上書きになるんですよね。その後にかけたやつが。ただし、その特殊状態っていうのは、重ね掛けができるんで、うん。重ね掛けができる状態異常っていうところになるんで、ある一つの、状態異常かけて 30%、まあ、例えばダウンさして、また違う状態異常かけて、それも、防御力ダウンの効果が含まれているのであれば、プラス、その倍率っていうような形になってくるんで、できるだけ落とそうと思えば、特殊状態を、まあ、プラスアルファさせていくことによって、うん、防御力はどんどんと下がっていくっていうような、イメージにはなるんですけども、加えて、その、こいつのようなスキルの防御力を何パーセント無視してっていうのが、すべて重なれば、まあ、うん、乾燥のダメージは出せるから、乾燥1000万かな、うん、っていうような、まあ、形にはなってると思うんで、うん、そういった、運びでダメージをまあ出していくと。まあ、これはもう本当、冒頭でも言ったように基本的なことなんで、うん、知っておられる方は言うたらもう、当然のことで申し訳ないんですけども。加えて、その、スキルが、まあ、この子ちょうどいいですね。うん、追撃持ち。うん、30倍の攻撃力で3回追撃するっていうところなんで、まあ、1回の行動で、まあ、その追撃分、うん、ダメージが上乗せされるっていうような、まあ、当然なってくるんですけども。まあ、そういったところも、割と、ポイントになるんかな、というような形なんで。うん。今回のそのダメージランキングイベントで、一番有効な、まあ、キャラっていうのは当然この子。うん。まあ、なくてもいけるんですけど、まあ、パッと思い浮かぶのはこの子よね。防御力を 70% 無視して110倍の攻撃力で攻撃する。うん、倍率系の、スキルで、かつ、防御力を無視して、スキル打てるというような、キャラクターになってるんで、いいですよね。で、加えて50倍の攻撃力で2回追撃。そしてさらに、相手が無所属の場合は30倍の攻撃力で、追加で5回。うん、っていうところなんで、まあ、相手がマダラなんで、今回の今ダメージランキングイベントに関してはマダラなんで、
まあ、無所属キャラっていうところになるんで、これが全て適用されるんですよね。うん。で、かつ体術というところなんで、まあ、ダメージ出しやすいキャラ、まあ、当然なんですけど、今ガチャガチャ来てるキャラなんで、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、まあ、この子が、一番、手っ取り早くダメージ出せるかな、というような感じですよね。うん。で、まあ、スキルに打ってもいけるんかな。まあ、結構、地形とかあるんじゃないわ。うん、なんか 90% 無視とか、なんかいろいろあるよね、これね。うん。自分持ってないね。この使った感じはもう全くわかんないんですけど、うん。まあ、持ってなくても、あのぐらいのダメージは、まあ、優に出せる感じやと思うんで、まあ、自分もまだ試行錯誤やりながら、ダメージを出していってるっていうような、まだ段階なんで、まだ伸びしろという意味では、まだもうちょっとあるかな、うん、っていうような感じですね。で、まあ、自分なんかよりもっとね、すごい詳しい方とか、キャラの揃ってる方とかっていうのって言うと、もっと出ますよね。うん。なんで、まあ、結構ダメージランキングイベント苦手っていう方は、いらっしゃると思うんですけども、まあ、例外じゃなく自分もそうなんですが、ダメージランキングイベントが得意な方もね、やっぱ中にはおって、もうすごい、なんちゅうか、そういうことかというような盲点を突かれるようなキャラを、使ったりとか、結構ほんとね、すごいなと思うんですけれども、うん、すごいダメージを出されているというような方には、中にはいらっしゃいますよね。うん。っていうところなんで、基本的には、倍率系のスキル持ちの、キャラクターを使う。そして、デバフ、もしくは状態異常によって、防御力を剥ぐ。うん。で、かつ、まあ、追撃とか、うん。っていうのもあれば、プラスアルファいいのかな、というような感じなんで、まあ、まとめて言うとそんな感じかな。うん。で、一応、自分が使ってるキャラですね。アタッカーね、だけ、ちょっと最後にご紹介させていただこうかなと思うんですけども、まあ、これに関してはね、持ってる持ってないっていうのがね、あるんで、まあ、もう、なんて言ったらいいんかな。これを紹介したところで別に何も関係ないと思うんですけども、どこ行ったかな。どこ行った？あれ？まあ、ガイですね。うん。人間層のガイですね。あ、これですね。うん。これ。これで一応行ってますね。うん。まあ、この子は、初手ちょっと遅いんですけど、遅い段階っていうのは、まあ、遅い段階でっていうのはっていうか、うん、遅いんですけど、マックスになった時の、うん、なんていうんですか、ダメージっていうのはもう、完走しますよね。うん。なんで、もう自分はスキル2は打ってないんですけど、もう開幕からスキル1をバンバン打つっていうような感じですね。うん。なんで、この子でなんとかダメージを出していきたいかなと、思ってはおります。リングはね、もっとええのあります。うん、絶対あります。自分、まあ、パパパッとつけたような感じなんで、まだやり始めっていうところもあるんで、まあ、とりあえずつけてみたって感じですね。まあ、なぜその先行で、ダメージ、攻撃力よりの、リング、かつその連発できるような感じ、まあ、防御っていうのは一番もったいないんで、チャクラ貯めるっていう行動が、もったいないんで、それだけはもう、しないように、うん、いうような感じですかね、うん、はい、お知らせよ。ちょっとざーっとね、喋っていきましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、もしね、個人的に、なんていうんですか、もっと教えてほしいとか、まあ、まあ自分なんか教えることは知れてるんですけど、まあそういったのがもしあれば、ツイッターの DM とかで、いただければとは思います。はい。ね、自分のわかる範囲で、なんかアドバイスというかまあ、その役に立てればいいかなと思ってますんで、まあ、ご遠慮なく、いただければなと思います。はい。というわけで、今回はですね、ダメージランキングイベントについて、ちょっとね、まあ、解説ってこのええもんじゃないんですけど、まあ、喋ってみたっていうような。まあ、ちょっとサムネイルは解説ってしとこうか。はい。まあ、初心者講座にしとこうか。うん。まあ、いうような感じで、やってきましたけども。またね、ガチャガチャね、意思がないんでね、もうちょっと引きたいんですけど、はい。まあ、意思がないんで、残念ですが。もしかしたら、外ぐらいは10連するかもしれないですけど、うん。まあ、頑張っていこうかなと思います。はい、この辺で動画の方は、お開きとさせていただきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。